ああ、なんだよお前、なーに人の顔見てがっかり。おい、気長に待ってりゃいいんだよ。にしても、うつえ、しょうがねえ、お前でいっか。いや、こいつが依頼者だ。あのね、僕友達、小さい子だから迷子になっちゃって、街でこいつがオロオロしてたので、思いついたのが、今じゃ東京のあちこちにこんなんが現れて大混乱なのに、偶然拾ったこいつか、ああ、お前今笑ったろ。悪かったな、柄にもねえこと言って。ともかくな、デジモンだから害がなさそうだし、困ってるみてえだから連れてきたんだ。デジモンにもいろんなのがいるんだ。まあ気にすんな。それより後で耳触らせろや。何ニコニコさせてんだこら、気持ちよさそうじゃねえか。とにかく私は又吉さんとこに応援に行く。こいつはお前に任せっから、最後まで。人間だろうがデジモンだろうが、依頼者は依頼者だ。いやも王もな。安心したぜ。じゃあ、あと頼む。そいつのこと泣かしでもしたら。ああ、そうだ。又吉さんから。お前のダチの、新田だっけか。あいつの逮捕状が正式に発行された。つまり、晴れて頭の固い上層部の連中は誤解すんなよ。でも、馬の耳にね。まあ、心配すんなって。私もガキの頃は何回もやんちゃしたけど、お前ら、なんか事情があったんだろ。じゃあな。君の友達も。じゃあ、一緒に探そう。よーし。
なるほど、さすがね、グッジョブ。え、それを言うなら顧問だって。我がリベリオンズのモットーはノーデジモンノーライフ。こんな可愛いデジモン、私は現実世界で情報を渡す。 OK、していたら隅で震えていたので。
代は今人手不足で、私ができること、それと実は今真犯人が岸辺りへ、いえロードナイトモンだと世間が分かってくれれば、新田さんの疑いもきっと晴れます。そのためにリエさんに追い出された役員たちに戻ってきてもらっているんです。彼らの力を借りて、リエさんが隠蔽してきた様々な情報を世間に公表して、再び新しいエデンを作り直します。今回のエデンの早急な復旧も彼らの協力があってこそです。人数は少ないですが、優秀な方々が揃ってますから。東京は今デジモンの出現で、だからこそ情報伝達の要たるフェイも手伝う。私がリエさんを追っている。探偵さん、ありがとう。父の作ったエデンが多くの人と人をつなげ、これからのエデンはそんな場所に。何か進展があったら。ダメだった。え、もう見つけたって？さすが本職、プロフェッショナルぶりが。よし、いやー、ほんと見た。お姉ちゃんも探してくれてありがとう。良きに張ったところで、君たちちゃんと。僕たちちょっと一緒に落ちてきたユータ。そっか、お姉ちゃんも今オメガモンと一緒に。オメガモンってロイヤルナイツの